どうもこんにちは、ベンマックス TV のベンマックスです。今日はですね、機械式クロノグラフの、いろんな、伝達方式とか制御方式、この辺についてお話ししたいと思います。ここにあるのはですね、16520デイトナ、X 品番、本当はね R とか L とかが欲しかったんですけども、なかなか私が買った時年っていうのが2002年の頃で、その時はあまり出てこなくてですね、あまり、なんていうんですかね、この X 品番のモデルで、私のモデルは X 品番なんですけども、これがね、逆録のトリチウムの、モデルでですね、これも買取額がなんか上がっちゃってるみたいで、ちょっと私的には、まあ、売る気はないんで、時計って何て言うんですかね、なんか私の時計感っていうのは、まあ神さんみたいなもんですね。一緒にこう、なんていうんですか、一緒に時間過ごして、神さんっていうよりも、自分のなんていうんですかね、生活とともに一緒に生きていくパートナーだと思ってますので、同じモデルは売ってるんですけれども、これではないんですよね。これはもうこれ一本しかないと思ってんです。自分のモデルが使ってるモデルはもう傷が入ってる入り方も全部もう自分がつけた傷なんで、これ一本しかないっていうのが、まあちょっと私の美学なところなんですけれども、まあそんなわけで、ちょっと今日は機械式のクロノグラフの機構なんかね、ちょっとちょっと私ね、デイトナーでちょっと危惧しているところがありまして、まあそれを織り交ぜながらちょっと話していきたいと思います。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。まずですね、伝達方式とかですね、制御方式、伝達っていうのはそのあれですね、3つございまして、ちょっと足を通すのが大変ですね。まず1つ目、水平スインガム方式とも言うんですけれども、キャリングアーム、キャリングアーム式、これがですね、これはもう古くからあるものです。で2つ目、スイングピニオン式、でこれが、2つ目です。で最後3つ目、垂直クラッチ式、この3つがございますね。あと制御方式、クロノグラフの、伝達するための、その伝達を伝えるための制御をする方式でですね、これがピラホイール式っていうのとですね、あとまあカム式っていうのがございます。でこのキャリングアーム方式っていうのはですね、
4番車、まず、この指令、制御方式でですね、4番車に、クロノグラフの、秒針を動かす、車をですね、ガチャンコと、こう、ぎ、あのー、なんていうんですか、歯車と歯車をガチャンと、こう、ダイナミックに入れる方式ですね。それがですね、キャリングアーム方式、水平スイングアーム方式と言われています。これね、やっぱり、昔からのもので、非常にですね、裏蓋なんか見ててもすごく美しいものなんですね。で、まあ、これはですね、あんまり、まあ、歯車をですね、噛み合わせるために、パーツのね、摩耗は、まあ、この3つの電圧器の中では一番激しいものだとは思います。ですが、ですね、もう昔からあるものですので、なんていうんですかね、昔のものって機械って頑丈なんですよね。ですから、非常に、非常にですね、機械が頑丈なんですね。で、あまりクロノグラフ機能って使わないですよね、皆さんね。ですから、非常に、まあ、長持ちすると思ってます、自分では。で、どんなのがあるかと言いますと、ある10、72。まあ、往年のデイトナ、手巻きのデイトナですね。6263ですとか、6265。また、ポール・ニューマンモデルとか、あの辺に入ってたものです。それと、ビーナース178。これはですね、ブライトニングに入っていた方式で、ムーブメントです。この2つはですね、手巻き時代は、まあ、2大クロノグラフのムーブメントっていう感じですね。これはもう本当にアッパークラスの、クロノグラフムーブメントです。それで、自動巻きになりますと、L プリメロ、このゼニスの L プリメロですね。あと、これイコールで、まあ、モバートのデイトロン、モバートのデイトロン、まあ、L プリメロと、まあ、共同開発なんで、まあ、同じ、車なんかも全部同じ、全く同じですから、まあ、この2つが、60年代の、終わり頃かなに生産されたものだと思います。自動巻きのムーブメントです。で、あと最後にですね、最後にっていうか、まあ、いっぱい、本当はいっぱいあるんですけども、あと、4030。これロレックスのですね、L プリメロですね。ロレックスの16520に入っているムーブメントです。で、これも、キャリングアーム方式で、このあたりはもう全部すべてですね、で、制御方式が、ボタンを押して制御を始めるところがピラーホイール式です。で、車の伝達が、4番車をにパシャンと挟んで、動かすキャリングアーム方式というものを使っています。
で、スイングピニオン式っていうのはですね、汎用ムーブメント、今現行の汎用ムーブメントで多い、バルジュの7750、これが、スイングピニオン式ですね。これは、まあ、エタ社のものです。これが今、まあ、一番、多いんじゃないですかね。大半の、大量生産されてる、モデルですので、これが今使われている、まあ、安価な、クロノグラフなんかはこれを使われているのが多いです。ただIWC のですねパイロットウォッチなんかフリーガークロノグラフとかですね、この7750使われてますので、まあ非常にいいんじゃないかなとは思っています。で、まあスイングピニオンっていうのはですね、まあどんな感じかと言いますと4番車をですね、またこれ4番車秒針なんですけれども、4番車からスイング、ピニオンギアっていうなんかギアをなんか使って、クロノグラフの秒針を動かす歯車に、伝達するというようなことをしているようです。そういう感じの、クロノグラフとなります。なんか間接的ななんかピニオンギアっていうのがあるみたいで、まあこれで動かしてるということがであるみたいですね。キャリングアームみたいにもうダイレクトにバシンといくんじゃなくて、ピニオンギアっていうのを通して、まあ動かしてるみたいですね。ブライトリングのオールドナビタイマーなんかにも使われているみたいで、非常に、高い品質を誇っていると思います。これはですね、ほとんどカム式ですね。制御方式がですね。で、これ、バルジュ7750、あとはですね、ですね、チューダーの、79180というクロノタイムですね。あと79280とかですね。まあ辺のモデルにも使われてまして、まあ、非常にカム式なんですけれども非常に小気味が良くてですね、まあなんていうんですか、スタートボタンをパッと押すとですね、制御方式のこのカム式っていうのがですねパチンとこう小気味よく入りまして、でストップもしてリセットもパチンといくような感じです。なんかピラーホイール式とはちょっと雰囲気が違うカム式っていうのはそういう感じがしますね。オメガのスピードマスターなんかもですね、株式なんですけれども、スピードマスター。でもスピードマスターも、そうですね。まあ、これもピラーホイール式と株式と二通りありますので、オメガのスピードマスターのカム式なんかもですね、パチンとこういくような感じで、まあなんかカム式の方が小気味がいいです。でもピラーホイール式の方が値段は高いですね。コストは高い。これで信頼性もありますし、制御失敗したとしても次の歯車があるんで、それでまたもう一度ガチャッとこう押し直してできるんですけれども、カム式は一回ちょっと不具合が出ちゃうともう使えなくなっちゃうんで、その辺がちょっとね、カム式の心配なところなんですけども、まあそんなことは今まで起こったっていう事例は聞いたことがないので、まあ大丈夫かなとは思ってはいます。大丈夫と言いますか、まあ非常にいい
方式じゃなんじゃないかなと思っております。あと垂直クラッチ方式ですね、これバネでなんかクロノグラフの歯車をですね、なんか制御する方式みたいで、4番車と同軸に起動する歯車が備えられているそうで、プッシュボタンを押すことで起動用の歯車がですね4番車に接触して動力を得るという、そんなような、機構になっているみたいです。もう垂直クラッチの部品っていうのがあって、でそれで、動かしていると、そういうものみたいです。で近年、最近のクロノグラフはですね、この辺を採用しておりまして、噛み合わせも悪くないということからですね、張り飛びが起きにくいという、すごい、いい利点がございます。パティックフィリップもあったな、パティックフィリップ、これも、垂直クラッチを使っています。であと、これですね、4130、デイトナですね、現行のデイトナ、で4030からですね急に、垂直クラッチ式に変わりまして4130という名前に変わったわけなんですけれども、この辺も全部駆動方、制御方式はピラーホイールですね。この、利点としては非常に何て言うんですかね、すごくメンテナンスの性がいいというところが一つ挙げられると思います。で、でムーブメントはあんまりこう機構はあんまりこう美しくは 見えないっつっちゃ失礼なんですけれども、非常にこう合理的にできているムーブメントなんじゃないかなと思っています。キャリングアーム方式なんかのね手巻きですと結構裏蓋をスケルトンにしてね、見せて、でこうダイナミックに動いているところを見せるっていうような時計が結構ありますね。そういう感じでちょっと垂直クラッチっていうのはまた独特なものがあります。でここからですね、ちょっと私がどうなのかなと思っているところを話したいんですけれども、このキャリングアーム方式のバルジュ72とかビーナス178っていうのは、そこそこ、クロノグラフ使わなければ、結構機械が頑丈なんで、そんなに壊れるもんじゃないなと思ってはおります。孫の代、ひ孫の代。その次の代というふうに使っていけると思います。あとエルプリメロデイトロンは、これはゼニス社、デイトロンはモバート社、ここからもう部品を得られますので、その辺も問題ないかと思います。で4030ですね、これも、2000年に生産が終わりまして、でエルプリメロの部品を200点ばかり取り替えて、振動数も8振動に落として、作られたものなんですけれども、もうすで、にもう生産中止から19年経ちましたんで、確か部品の保有率、保有期間というのがですね30年なんですね。ですからあと10年部品保有率が保有期間が、あるわけなんですけれども、いつ
打ち止めになるかはちょっとわからないですね。でバルジュ72とバなんか入っていた6263が急に、オーバーホールをやめちゃった、まあなんですか、メンテやめちゃった背景っていうのが、それまで、コサリー・ベルマンで、ロレックスは扱っていたんですけれども、1985年に日本ロレックスっていうのができたんですね。でその時期からシリアルナンバーが R っていう品番から始まりまして、でまあ、今もうランダムになりましたけれども、まあそういう R、 その後、O がなくて L だったかなっていう感じでずっと、まあ、続いてるわけですね。でまあ4030はこれはキャリンガム方式なんで、まあとりあえずそんなに頻繁に使ってなければ、クロノグラフをですね、その何ですか、4番車とかそんな痛めないで、まあ、済むんじゃないかなとは思っております。でまあどっか日本ロレックスでも、日本ロレックスに、なってからの、デイトナなんで、まあ、30年と言わず、まあ、1016の、キャリバー1570がまだオーバーホールを受けられるみたいなんで、多分部品交換なしだったらオーバーホールを受けられるんじゃないかなとは思っております。うん、ちょっと、まあ、楽観的に考えてます。ええ。あと、そうですね。あと、まあ、スイングピニオン式のバルジュ7750に関しては、もうエタなんで、エタで部品出しているものは、まあ、うん、修理用に部品出してくれるみたいですから、まあ、そんなに、心配はしておりません。IWC の、まあ、フリーガークロノグラフとかですね、まあ先ほども申しましたチュードルのクロノタイムとかですね、まあそんな心配ないとは思ってます。で垂直クラッチ式ですね、いわゆる一番ちょっと危惧しているのが垂直クラッチ式でですね、垂直クラッチ式がもうすごく摩耗しますので、もう本当に部品絶対交換しなきゃいけないところなんで、パテックフィリップとかですね、IWC とか、まあ、オーティマティガーはちょっと知らないんですけれども、この私が知ってるこの2社は、まあ、永久的にオーバーホールが受けられる会社なんですよ。ですのでパテックフィリップの、クロノグラフでしたら、部品供給がストップするってことはないと思いますので、まあ、と仮に止まったとしても、まあオーバーホールでその機械部品を作って、まあ、入れてくれて、まあ、結構な値段取られると思うんですけれども、まあやってくれるとは思っております。で4130ですね。これが、私が実は、なんかすごい心配しているところなんですけれども、ロレックスがですね、垂直クラッチで満足できているのかなっていうところがあって、これでですね、これも、万が一キャリンガーム方式に伝達方式を、まあ、変えたとしたらですね、これちょっと大事件ですね。で、4130から4230っていうことでキャリンガー方式かなんかに変わっちゃったら、それこそ30年後に垂直クラッチの部品が部品停止になるっていう危惧をしているんですよ、私は。なんで
もしね、4230が方式が違う伝達方式使ったら、1165ペケペケの系のもの、あと116500LN とかですね、あの辺のモデル、全部使い捨てになっちゃいますよね。まあ、そんな、ここまで19年まで引っ張って、そこまでするブラック企業じゃないとは思いますので、まあ、そんなには心配はしてない、まあ、やっても垂直クラッチ式の、改良版、進化版という形で出してくるとは思うんですけれども、まあ、万が一、キャリングアームにやっぱりしたいということで、日本ロレックスさんが、日本ロレックスさんじゃない、ロレックスの本社がそういう方針でやったら、ちょっと大変なことになるんじゃないかなと、ちょっと思ってるところです、私が。非常に。まあ、そんなところで、今日の動画は終わりたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンを押していただきましたら、大変励みになりますので、またよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。